連絡用の水晶はうまく作動したか？はい、ガゼル王へ連絡がつきました。魔王ミリムが来襲し、リムル様が対応したと伝えてあります。よし、ミリムの件はしばらく様子を見るとして、では報告を頼む。は、これはリムル様の回復薬です。ヒポクテ層を 99% 抽出したものであります。飲んでよし、振りかけてよしの優れものであります。フルポーションです。うんうん。それに対しドワーフの技術では 98% の抽出が限界です。作れるのはハイポーション、たった 1%。 それが性能の大きな違いとなるのです。普通ならこのハイポーションだけでも十分な性能なんだがな。しかしな、怪人殿、上を知ってしまっては途中で妥協などできぬ相談ですぞ。そしてついにその 1% の壁を乗り越えました。これが私の研究成果です。おう、では鑑定してみるぞ。お願いします。大賢者、解析鑑定だ。解、この薬はフルポーションに該当します。やったな、ベスター、間違いなくフルポーションだぞ。おお、やりました、やりましたぞ。見事ですな、ベスター殿。我が輩も協力した甲斐がありましたぞ。さすがだな、ベスター。こういう研究はやっぱりお前が一番適任だと思ってたぜ。ありがとう、ありがとう。いや、本当に作れるとは思わなかったな。でもこれが量産できたら。このポーションを売ったらテンペストの資金源となりそうだが、どうだ？え？旦那、難しいぜ。この薬は性能が良すぎるんだよ。普段から気軽に使用できねえ。それこそ英雄級の者たちが万が一に備えるレベルの品質だからな。さようですな。最高品質のものができたのは満足ですが、商品として考えるとこれは市場に流すにはいささか不向きでしょう。そうか。で、ですがリムル様、ドワーフ王国で市販しておる薬はハイポーションを薄めて量産したローポーションなのですよ。ん？ガゼル王と交渉し、テンペストで生産したローポーションを納入すればいかがですか？ただし、ドワーフ王国で薬を生業としているものをこちらで引き受けるのが条件となるでしょうが。そりゃありだな、旦那。この国で薬の生産をしつつ販売元になるなら、ドワーフ王国は必要量を仕入れるだけで済む。なるほど、それはどちらにも好都合だな。よし、話を詰めることにしよう。ベスターたちは引き続き製造に励んでくれ。はっ。何がどうなっている？新たな客がやってまいりまして、その客に対してミリム様が激怒し。通してくれ、リグルド、大丈夫か？これはリムル様、この程度どうということもございません。あいつにやられたのか？さようで。おお、リムルよ、こやつが舐めた真似をしよったから私がお仕置きしておいたのだ。俺は魔王カリオン様の三獣士、酷評がフォビオだ。獣王戦士団の中でも最強の戦士よ。ここはいい町だな。獣王様が支配するにふさわしい。そうは思わんか？ご冗談。氷が爆炎症！バグたちの小判に何するのだ！やってやりますよ！プリンセス・オーロラナイト！
ぜ。で、何をしに来たんだ？ふん、下等なスライム風情にこの俺が答えるとでも。下等というが、お前よりは俺の方が強いぞ。俺は魔王カリオンとやらを知らないし、お前の態度次第ではカリオンは俺たちと敵対することになるんだぜ。それともお前らはこのジュラの大森林すべてを敵に回すつもりなのか？はっ、偉そうに。この町はこんな下等な魔物に従うのか？雑魚ばかりだと大変だな。ミリム様に気に入られているからと調子に乗るなよ。おいお前、私の友達に舐めた口を聞くじゃないか。ミリム待て。お前今度何かしたらマジで晩飯を抜くからな。わかった。おとなしくするのだ。俺は確かにスライムだが、俺がこの森の3割を支配しているのは本当だし、そちらがその気なら戦争するのもやむを得ないと思っている。なのでよく考えて返事をすることだ。オークディザスターを倒した謎の魔人たちをスカウトするように魔王カリオンより命じられてやってきたのだ。おお、俺たちのことだな。どうやらミリムと同じく他の魔王たちも俺たちの戦いを見ていたらしいな。カリオンのやつ、邪魔しないという約束を破りおって。ま、話は分かった。じゃあ帰っていいぞ。え、リムル様、よろしいのですか？だって殺すわけにはいかないだろう。魔王カリオンに伝えろ。俺たちと交渉したいなら日時を改めて連絡をよこすようにと。あ、覚えていろ。きっと後悔させてやる。あの様子じゃ伝言は無理っぽいな。さてミリム、詳しい話が聞きたい。それはダメなのだ。お互いの邪魔をしないという約束をしたから、リムルにも教えることはできないぞ。はい、秘密があると自白をいただきました。あれあれ、それはお互いのことを秘密にしようって約束したのか？いや、それはしていないけど。でも邪魔は。大丈夫だって。カリオンとかいうやつだって部下にミリムのことを教えていただろう。俺たちはマブダチなんだから、お互いに助け合うじゃん。だったら俺もミリム以外の魔王のことを知っておいた方がいいと思うんだよね。ミリムがどんな約束をしたか知っておかないと、俺が知らずに邪魔しちゃうかもしれないしさ。確かに。でもマブダチ。そうだ、今度俺が武器を作ってやるよ。やっぱマブダチとしてはミリムが心配だしさ。新しい武器？わっはは、そうだな。やはりマブダチは一番大事なのだ。納得してくれて何より。魔王クレイマン、カリオン、フレイ、そしてミリムがゲルミュットを使って傀儡となる魔王の誕生を目論んだと。単なる退屈しのぎだったのだ。ミリムにとってはそうかもしれないが、それを邪魔した以上俺たちが狙われるのは当然か。これは
他の魔王も絡んでくるでしょうね。なんと、トレーニー様にも相談せねばなりますまい。大丈夫です、リムル様ならば他の魔王など恐るるに足りません。ということで秘密は話したのだ。約束通り新しい武器をよこすのだ、モブダチ。やれやれ。やばいでやす。でもでも、おいお前ら、俺が持ちこたえていられるのも時間の、うお、あぶねえ。なんでこんなデタラメな行動ばかりとっていて生き延びていたんだ。どうやら俺は貴様らを買いかぶりすぎておったようだ。魔物と遭遇した人間がいるようだ。お邪魔します。ん、すいやせんね。ナイトスパイだ。ちロンメル、俺に強化魔法をよこせ。カジルは指揮を取れ。エンジンを組み、負傷したらすぐに交代させろ。命令だ、全員生き残れ。てめえら、俺たちを巻き込んだ落とし前、後できっちりつけてもらうからな。あれ、カバルさんじゃないっすか。お久しぶりっす。毎回毎回魔物と戦ってるようっすけど、そんなに戦うのが好きなんすか。ゴブタ君。あ、私の出番ですね。私がやります。それ、やってあげてもいいわよ。えいや、まだまだ。これで決めるわ。私も目立たねば。とどめだ、散れ、くれ、死後鉄槌。これで決めます。なんだ、あの狼は。ブラックウルフやグレーウルフとは違う変異種。しかし、ホブゴブリンがなんであんなにいい装備を持っている。いや、それ以前に
あの異常な強さは何なんだ。今日はごちそうっすよ。この雲めちゃめちゃ美味しそうじゃないっすか。俺がこの町、というか国というかジュラテンペスト連邦国の代表をしているリムルテンペストだ。本当にスライムが。ところでリムルの旦那、以前には見かけなかった方がおられるようですが。おう、ベニマルにシオン、ソエ、シュナ、それとミリムだ。よろしくな。ん？で、ブルムンド王国とファルムス王国からそれぞれここの調査に来たと。我々は。っていうか、なんでスライムがそんなに偉そうにしてるんだよ。おかしいだろ。なんなんだ一体。なんでお前らは納得してるんだ。リムル様に無礼ですよ。うるさい女は黙ってろ。あ、ぼっ。おい。あ、つい。ついじゃねえよ。すみません。うちのシオンがすまんな。ちょっと我慢が足りないところがあるんだ。許してやってほしい。ひどいです。これでも忍耐力には定評があるのですよ。わっはっは、我慢が足りぬとはまだまだだな、シオン。私のように心を広く持たぬからそんなに短気なのだぞ。俺は人間とも仲良くしたいと考えている。そのうち貿易とかして交流できればいいなと思ってるしさ。貿易？ああ、実はドワーフ王国とも国交を開いている。ドワルゴンと？この地を経由すれば商人たちの利便性も向上すると思うけど、どうかな。いや待ってください。ドワルゴンがこの魔物の国を承認したというのですか？それはいくらなんでも。その話、私が保証します。ベスター大臣。元大臣です。あなたほどの人物がどうしてここに。フューズ殿、お久しぶりです。リムル様のおっしゃっていることは本当です。ガゼル王とリムル様は盟約を交わしておられます。ああ、納得してくれたかな。はあ、そういうことでしたら我々としても協力はやぶさかではありません。ただし、あなたが本当に人間の味方なのかどうかしっかりと確かめさせてもらうことにしますが、構いませんね。ん？ああ、それは当然だろう。それで構わないよ。滞在を許可する。俺たちが脅威ではないと分かってほしい。ところでフューズさんとやら、オークロードが倒されたという情報はすでに知れ渡っているのか？え？いや、この情報を知るのは国王とごく一部の者たちのみですよ。ほう、ならば。ん？ヨウム君、俺と契約しない？はあ？一体何を言って何を言っておられるんですか？ファルムス王国には金で雇われたって言ってたろ。だったら雇い主が変わるだけのことだ。簡単に説明するとだな、君たちにオークロードを倒した英雄となってもらいたいのだよ。はあ？だって脅威であるオークロードが倒されたにもかかわらず、ヒューズさんたちが不安に思ったのは俺が魔物のスライムだったからだろ。だったら俺たちはヨウムに協力しただけで、実際にはヨウムがオークロードを倒したのだと世間ではそういう風に噂として流してもらえばいい。俺たちはオークロードを倒した英雄を助けた信用できる魔物という立ち位置を確立できるのではないかなって。謎の驚異的な魔物というよりもそっちの方が親しみやすい感じになると思う。どうだろう？
リムルさん、考えはまとまったかな。これは大した町だ。あんたが邪悪な存在じゃないというのはみんなの顔を見ればわかる。俺たちは常に傷を持つ身だ。ずっと自由の身になりたかった。今回の任務を受けたのは途中で自分たちを死んだことにして、その上でどこか安全な国に向かうつもりだったからだ。しかし分かったよ。俺はあんたに従うぜ。その方が面白そうだ。今日からはリムルの旦那と呼ばせてもらおう。なんなりと命じてほしい。ああ、よろしく頼むよ。こうしてヨウムたちは白狼の監督のもと、英雄に見えるように体裁を整えるため修行を行うことになった。この地を拠点として彼らの活躍が始まるのである。早かったですね。気づかれませんでしたか、ティア。あたいだって中央道化連の一員なんだ。少しは信用してよね。あなたが無茶をしないか私は心配なのです。もういつまでも子供扱いはやめてよね。ミューランから報告がありました。魔王ミリムはよほどあの魔人どもを気に入った様子。これは思った以上に面白い展開です。愉快ですよ。まったく。それならいいけど、実際のとこどうなの？魔王ミリムが興味を持つくらいすごい魔人なの？無視はできないという程度でした。私の敵ではなかったですし。しかしラプラスがですね。ラプラスが？不気味さとでも言うのか。何かを感じたと言うんですよ。あー、そっか、あの小ずるいラプラスが言ってたんならやっぱりなんかあるんじゃない。少なくとも魔王ミリムが興味を持った理由は知るべきだと思うよ。確かに、もっと情報を集めて検討しないといけませんね。うん、それがいいよ。で、調査結果だけど。伺いましょう。フレイはね、ジュラの森に関わる気はないみたい。何かを警戒している様子だった。まるで戦争準備でもしている感じ。その原因は分かりましたか？分かったよ。なんとびっくり、あのカリブディスが復活するって慌ててたよ。カリブディス、なるほど。ではティア、次の仕事を頼みたいのですが。そう来ると思ってた。フットマンのやつも呼んでるから多少の荒ごとも大丈夫。さすがですね、ティア。ですがなるべくは暴力はなしでお願いします。まずは封印の地を探し出し、カリブディスを手なずけることができるかどうか、それを探ってください。任せてよクレイマン。それじゃあアタイは行くね。カリブディスですか。魔王に匹敵すると言われるその力、どれほどのものか非常に楽しみですね。軽く揉んでやりましょうかの。行くわよ。やってあげてもいいわよ。まあ、まだまだ。これでも食らえ。これはどう？私がやります。それ。私を選ぶなんてセンスが。まだまだ。これでも食らえ。これはどう？私の出番ですね。私がやります。
それ、私も目立たねば。エイちゃん、とどめだ、散れ、くれ、死後鉄槌、これで決めるわ。オブロ流奥義セミシャン、いや、はい、他愛もない。この技使っちゃうんだから。えい、私に任せなさい。行くわよ。謝っても許してあげないから、パペットランナー。これで決めます。やってあげてもいいわよ。えい、よっ、私に勝てるわけないでしょ。くそ、許せねえ。俺を誰だと思ってる。黒氷河のフォビオだぞ。魔王ミリムが相手では不可抗力というものです。たとえ魔王カリオン様でも。バカ野郎、カリオン様ならこんな無様はさらさなかっただろうぜ。俺が未熟だっただけの話よ。しかしこのまま成果なく戻るのは俺の誇りが許さんのだ。そういえばあいつら自分たちで町を作っていやがったな。下等な魔物だと侮っていたが、俺たちでも及ばぬような技術を。あったかです。配下に加えるなどと言わず、我らがユーラザニアと国交を結びたいほどですな。ああ、魔王ミリムがいなかったとしても俺の対応は間違っていた。頭ごなしに支配しても奴らの信頼は得られなかっただろうからな。だが今更だぜ。魔王ミリムにやられた屈辱は怪我が癒えても消えはしねえ。カリオン様には迷惑をかけねえように何とかして復讐してやりたいんだよ。そうは申されましても復讐など現実的では。分かってんだよ、頭では無理だって。だけどこればっかりは理屈じゃねえんだよ。ほほほほほ、何者だ。いやいや、その悔しい気持ちこの私にもよく理解できますね。ああ、ごきげんよう皆様。私はフットマンと申します。フットマン、収容道化連が一人、アングリーピエロのフットマンとは私のこと。どうぞお見知りおきよ。そんなに警戒しないでほしいな。またいわティア、あなたたちの敵じゃないよ。何のようだ。上質な怒りの波動を感じました。何をお怒りになっているのか、ぜひともお聞かせください。きっと力になってご覧に入れますから。フォビオ様、このような者どもの話を聞く必要はございません。排除してもよろしいですか。我々は魔王カリオンの獣王戦士団に属する者。野良の魔人程度が相手になるとでも思ったか。力が欲しいのでしょう。ございますよ。
とびっきりの力が。当然ですが危険も大きい。しかしその危険に打ち勝った時得られる力は絶大です。ほう、フォビオ様、勝ちたいんだよね、魔王ミリムに。ま、おお、カリュブディス、ご存知ありませんか。カリュブディスだと。わあ、あの大怪魚の邪悪な力なら魔王に匹敵するんだけどな。いらないなら他を渡るからもう行くね。ほっほっほ、残念ですね。待て。なりません、フォビオ様。俺は最初から面白くなかった。なんでオークロードのような雑魚が魔王に抜擢されるんだ。ふざけるな。新しい魔王が必要だというなら、俺が強くなるのなら、カリオン様だって笑って許してくれるだろうぜ。フォビオ様、詳しく聞かせろ。おお、さすがにフォビオ様ですね。そうでしょうとも、魔王となるのはあなたを置いて他にはいませんとも。やっぱり強いものが魔王にならないと間違ってるよね。あたいもそう思うよ。その点フォビオ様なら適任だよね。この話、てめえらに何の得がある。目的は何だ。魔王になったらあたいたちをひいきにしてくれたらいい。当然いろいろと便宜を図ってもらいたいしね。ほっほっほ、我々だけではカリュブディスを従えることはできませんからね。せっかく封印された場所を見つけたけど、このままじゃ宝の持ち腐れだし。タイミングよくフォビオ様をお見かけしましてね。なるほどな。だが俺がカリュブディスを従えることができるかどうかは。フォビオ様なら必ずや成功するでしょう。大丈夫大丈夫。俺が魔王になった時に自分たちが最も役に立ったって実績が欲しいってことか。その話引き受けようじゃねえか。エンリオ、お前はカリオン様の元へ戻れ。フォビオ様、事の顛末を伝えるのだ。しかしカリオン様に迷惑はかけられねえ。三重士の地位を返上し、矢に下るとお伝えしてくれ。今まで仕えてくれて感謝する。フォビオ様、俺は修羅となり、俺の力を魔王ミリムに認めさせてやる。わかりました、カリオン様にご報告いたします。しかしカリュブディスの力は未知数、くれぐれもお気をつけください。フォビオ様は愚かなお方ではない。本当にカリュブディスがいるのだとしても従えることができるはずだ。では向かうとしましょう。ああ、俺とカリュブディスの力を合わせたなら、あの魔王ミリムの憎たらしい面を泣き面に変えてやれるだろうぜ。おっほっほ、その息です。うんうん、あたりも応援してるよ。私の勝ちなのだ。私の方が長い時間潜ってられるのだ。いいえ、勝ったのは私です。違います、ほんのわずかの差ですが私の勝ちです。負けを認めないとはずるいぞ、シュナシオン。よし、だったらもう一回だ。決着をつけてやる。いいでしょう、もう一度。本来ならお風呂に潜るのは良くないことですが、やりましょう。せーの。楽しそうだな。向こうに行けばよかったかな。こっちはおっさん。なあ、いつまでこの町にいるつもりだよ。まだ俺たちが無害だと納得してないのか。え、ああ、いえ、リムル殿の疑いはとっくに晴れているんですがね。じゃあなんでだよ。いや、ここは実に居心地がよろしくて、ろくに休みもなかったですし、ゆっくりと羽を伸ばすのもいいのではないかと。お前な、
それに妖夢たちの剣はどうなってるんだよ。俺たちの代わりに英雄に仕立て上げる協力をしてくれる約束。ああ、それなら問題ないですよ。すでに仕込みは終わらせております。そうなの？ええ、ちゃんとオークロードを倒した英雄として名を広められるように根回ししてあります。そしてリムル殿たちはそれを手伝った害のない魔物たちだと噂になるように。そっか、ならいいよ。のんびりしててもやることはやってんだな。ああそうだ、お前たちのブルムンド王国へも道を作ろうかと思ってるんだけど。いやいや、それはありがたいことですが、大規模な国家事業になりますぞ。莫大な予算が。そこだよフューズ君、道ができれば今後の取引にも便利だろ。当然だが作業は俺たちが引き受けようじゃないか。ただし。ただし？我が国の特産品を他の国にも売りつけたいので、もろもろの相談ができる人物の紹介を頼みたい。わかりました、お安い御用です。うむうむ。どうだ、自己ベスト更新なのだ。今度こそ私の勝ちだろ。いいえ、わずかに私の方が。やっぱり楽しそうだな、あっち。ここに？そうだよ。まだ復活していませんが、破壊への渇望が漏れ出ています。そうした感情が大好物な我々だからこそ発見できたのですけどね。確かに異様なオーラを感じるな、カリブディス。カリブディスの復活には本来大量の死体が必要です。死体？カリブディスとは精神生命体の一種です。この世界で力を行使するには肉体を与えてやらねばなりません。なるほど。それで？あなたの役目は。まさかお前。従えるとは、つまりカリュブディスをその身に宿し、ご自身と同一化するということなのですよ。俺の体にカリュブディスを？やめるなら今だよ。この封印はもう長く持たないかも。持たなかったらどうなる？いずれ自動的に復活しちゃうかな。死体が必要なんだろう。そうだけど、封印されてても自分の復活に必要な魔物の死体ぐらいは用意できちゃうんじゃないかな。そうなったら私たちはくたびれそうになっちゃう。そうですね。自動復活しちゃったら制御は無理だろうし、純粋な破壊の意志だから誰の命令も聞かないだろうし。復活する前に封印を解き、その力を奪わないとダメというわけか。さよかった。さすがです。いいだろう、カリブディスの力我がものとしてやろう。やってやるぜ、カリブディスを。俺の体に従えて、あの小生意気な魔王ミリムを。行きましたね。行ったね。さすがは脳が筋肉でできているカリオンの部下ですね。簡単だったね。これで終了ですか？クレイマンからはカリブディスを復活させてミリムに向かわせろとしか聞いてないよ。お、ん？用意してたレッサードラゴンの死体いらなくなっちゃったね。しかし備えあれば憂いなしですからね。わあ今日も大量なのだ。ミリムちゃんはすごいんですよ。すぐに魔物を発見するので今回も狩りが楽々でした。わははは、魔物の発見ぐらい余裕なのだ。今夜もごちそうなのだ。
お疲れさん、お疲れさん。ほんと疲れやしたね。風呂入って一杯やるか。一杯やるのだ。ん？何者？この気配はオレイニーさんじゃ。いや、ちょっと違うか。何か殺気立ってるような。トレイニーさんじゃないよね。ドライアドでやす。初めて見た。皆様、はじめまして。私はトレイニーの妹のドライアと申します。妹がいたのか。もう一人ドリスという妹がおります。三姉妹。それはともかく、その殺気と姿はどういうわけだ。緊急事態でございます。厄災が近づいています。最悪。カラミティモンスターであるカリブディスが復活いたしました。カリブディス。魔王に匹敵する暴威であります。我が姉トレイニーたちが足止めを行っておりますが、まるで歯が立ちません。そしてカリブディスの目的はこの地であるのよ。天空の支配者たるカリブディスに対し、地上戦力では無力。至急防衛体制を固め、飛空戦力を用意すべく震源に参りました。カリブディスは遥かなる昔に生まれ、死と再生を繰り返しております。凶暴なる天空の支配者、森の支配者にして守護者たる暴風竜ベルドラ様の申し子と言えるでしょう。ベルドラの申し子。カリブディスはベルドラ様から漏れ出た魔素だまりから発生した魔物なのです。俺と同じ。じゃあ俺とカリブディス兄弟みたいなもの。カリブディスがここを目指しているのは俺を狙っているってことか。俺の中にベルドラがいることに気づいているのかも。カリブディスが復活したのなら魔王以上の脅威となりますよ。何しろ魔王と違い話が通じる相手ではないのです。言ってみれば知恵なき魔物、固有能力のサモンモンスターでメガロドンというサメ型の魔物を異界から召喚して暴れる。なんだそれ、オークロードより厄介なんじゃ。状況は最悪です。召喚されたメガロドンはなぜか近くにあったレッサードラゴンの死骸をよりしろとした模様。その数は13。魔王並みの化け物一体と召喚された空飛ぶサメが13体。それは一体何の冗談だ。リムル様、どうされます。どうするって何か重要なことを忘れてはいないか。カリブディスごとき、この私の敵ではない。その手があったか。そのようなわけには参りません。私たちの町の問題ですので。おい秘書、勝手に断るな。え、だが私はマブダチ。そうですよ、友達だからと何でも頼ろうとするのは間違いです。リムル様がどうしても困った時はぜひともお力添えをお願い申し上げます。今めちゃくちゃ困ってるんだけど。そうだぞミリム、まあ俺を信じろ。なんだと。せっかく私の見せ場がやってきたと思ったのに。まあ狙いは俺みたいだし、ミリムに頼りすぎるのもな。カリブディスを倒す準備しろ。はリムル殿、ちょっと外の空気でも吸いませんか。どこまで空気吸いに行くんだよ。何、部下がいる前では弱気なことは言えないでしょう。率直に聞きたい、本気でカリブディスを倒すつもりですか。相手はドライアドでさえ足止めすらできない化け物ですよ。盟約を結んだガゼル王の応援も期待できるし、やるだけやってみるさ。逃げないのですか。逃げてどうする、
俺がこの国で一番強い。おお。絶対に勝てそうもないならすぐに逃げて次の策を考えるけど、そうじゃないなら正面から自分の目で敵の強さを確かめるべきだろう。なるほど、魔物の主、そうでしたね。それに逃げたところで、こんな風に逃げた先で暴れる魔獣だっている。どうやったって戦わずにずっと平和ってわけにはいかないしな。援護はお任せください。はい、はっ、よっ、俺が決めます。カリブディスが目覚めた。まっすぐに中央都市リムルに向かってくる。目的は俺？カリブディスに対するこちらの戦力はベニマルたちにゴブタラ・ゴブリンライダー、ゲルド率いるハイオークたち、ガビルとその部下、そしてガゼル王からの助太刀、騎士団長ドルフ率いるペガサスナイツ100機。非常に心強い。弟弟子が困っているのなら助けるのは当然だろう。同盟だからというだけじゃなく事情も混じっている気がする。なんか兄弟子風を吹かせたがるんだよな、ガゼル王。さて、やるか。はっ。
くらえ、ヘルフレア。さすがベニマル、こんがりとよく焼けた。しかし兄様の攻撃でも消滅しないとは驚きです。カリブディスの固有スキルか。固有能力魔力妨害で、半径300メートルの範囲内は魔素の動きが乱され、魔法の効果が低下します。面倒な相手だ。予定通り分散させて格好撃破だ。君、俺が動きを止める。お前たちが攻撃しろ。ゲルド様。うわやれ。助け立ちいたしますぞ。今の我は止められんぞ。クワッハッハ。これは使える。俺の番だ。これは使える。これでも食らえ。そいはでも食らえ。これは使える。俺の番だ。全ては我が主のために。任せとけ。ゲルド殿が動きを止めてくださったおかげで楽に仕留めることができましたぞ。助太刀感謝する、ガビル殿。我がペガサスナイツの誇りにかけてここで阻止するのだ。おとり役と攻撃役、きちんと自らの役割を見極めよ。死ぬ気でな。悪狼の采配、見事なもんだ。若返って鬼教官ぶりに磨きがかかったからな。なあ、私も一緒に遊びたい。なんでここにいるの？街で待ってろって言ったよね。見学ぐらいはいいであろ。あっちにいても暇なのだ。なあなあ、やはり私が…ダメ。宗衛様、今です。影移動に分身、さすが宗衛様。東洋傀儡師。おお、メガロドンを操って同士討ちにさせてるのだ。もう何でもありだな、あのイケメン。頃合いを見て始末しよう。心得ました。あとはお任せください。ソラオ、ランガのやつどこであんな技を。というか、いつシオンと組む。今回は何としても活躍し目立たねばなりません。うん、我もその意見には賛成だ。断層奇人。
がの我は止められんぞ。対応策は…誰に任せよ。頑張りますね。畳みかけます。我が主、これでも食らえ。さあ、狩りの時間だ。我が主、誰に任せよ。我が主、これでも食らえ。皆様、お疲れ様でした。さて、残る。どの程度の強さなのか見極めてやろうではないか。人がいないの。機動力と危機回避能力はそれなりに成長しておるが、攻撃力は全然ダメじゃ。たった一匹も仕留められるとは。修行をますます厳しくせねばならんわい。これ以上厳しくされると死ぬ。死んじゃうっすよ、ジジイ。いいじゃん。あとはカリブディスだけか。ソウエイは大丈夫か。あいつの実力なら大丈夫でしょう。それに全然効いてないみたいだな。ですね。何か仕掛けてくるかもしれない。油断するなよ。了解です。承知。会議、距離を取る。あれがカリブディスを暴君と言わしめた技、テンペストスケールか。初めて見たのだ。解説者か。知ってたなら先に教えてほしかった。避けきれん。避ける。何を甘えたこと。そうえよ、主は影移動で逃げるがいい。バカな、死ぬ気かなんが。お前こそさっさと逃げるがいい。ここは私一人で。リムル様ならば生き残る確率が高い方を選択されるだろう。生き残る確率か。ならば俺も残ろう。ああ、勘違いするな。死ぬ前に本体は撤退するから。気にする。造影らしいな。それでは全員で生き残りましょう。お前だってバカだよな。こういう時くらい俺を頼ってくれよ。リムル様。グラトニー。あとは俺に任せろ。お前たちは一旦下がって少し休むといい。我々はまだお役に。慌てるなって。あれを見ろ。鱗が再生を始めている。次にあれを使われた時、また守ってやれるかわからないからな。しばらく俺が相手をするから、タイミングを見計らってベニマルの指示で攻撃するんだ。お気をつけて、リムル様。我が主よ、すぐに応援に戻ります。ああ。
められんぞ。クアッハッハ。対応策は…行くぞ。やるだけやってみるとしますか。少しは痛がってるか。でもいや、こいつ超速再生を持ってるんじゃないか。解、体組織の修復速度から判断し、個体名カリュブリスがエクストラスキル超速再生を所持していると考えて間違いありません。うわ、鱗の再生は超速再生で3分程度で完了すると推測。3分でまたさっきのテンペストスキールが放てるようになると。今だ、かかれ。よし、引け。大使だ、かかれ。結構攻撃した気がするが、カリュブディスのダメージはせいぜい3割ってとこか。総戦力で3割、これはまずいな。どうしたものか。だけじゃ解析鑑定を。解、カリュブリスのより代となった素体の生命反応を確認。その素材が強烈な怒りの感情を持っている模様。強烈な怒り？ミリムに？つまりカリュブリスはミリムがいたから俺たちの町に向かってきたってことか。てっきり俺の中にヴェルドラがいるのを察知してとか、深読みしすぎていたのか。あれ？じゃあミリムに頼っていいんじゃね？って寝てるし！ミリム！寝てないのだ、起きていたのだ。いや、どう見ても寝てたし。瞑想していただけだ。ちゃんとお前たちを応援していたのだぞ、気持ちで。あのな、こいつどうやらお前に用事があるみたいなんだけど。何？あいつはこの前来たオビオとやらをより代にしているようだな。あいつか。でな、お礼の客かと思っていたからお前に遠慮してもらったんだが。もしかして私が相手してもいいのか？お前のお客だったのに俺たちが邪魔してたみたいで悪いな。いいのだ、気にするな。なのだ、やるのだ。あ、それと、あ、フォビオって魔王カリオンの配下なんだろ。生かして助けてやりたいんだが。わはははは、その程度造作もない。最近学んだ手加減を見せてやるのだ。
本当だろうな。お前のそれはもう見たのだ。今度は私が見せてやろう。こっちが手加減というものだ。ドラゴンバスター。強大な魔力の接近を感知しました。今の我は止められんぞ。手伝ってあげるわ。特別にね。これは使える。これでも食らえ。みんな頑張ろう。任せて。お仕置きよ。対応策は。特別にね。小さな世界、あたしがついてれば当然よね。これが切り札だ。ちょっとだけ本気を見せてやろう。刮目せよ黒稲妻。悪いが、負けるわけにはいかないんだ。遅いわ。行くぞ。我に任せて。えい。主のために手加減って一体。告、個体名フォビオから個体名カリュブディスの魔核を分離、捕食しました。隔離して解析鑑定を行います。これでよしっと。リムル殿。ドルフさん、助力に感謝する。おかげでカリュブディスを倒すことができた。いえ、カリュブディスを倒したのは我々ではなく、説明してもらえますでしょうか。いや、その実はこの少女は魔王ミリムといってね。魔王リムル殿は冗談がお好きなようだ。あのような高出力の魔法兵器を所持していたのなら最初にそう申してほしかったですぞ。冗談ではない。私は魔王なのだ。私がカリュブディスをやったのだ。なるほど、兵器については秘密と。わかりますぞ。僕の手は隠しておくに限りますからな。魔王だと言っておるだろう。人類にとっても災禍となりうるカルビデュスを始末できたのは強行でした。
私も王への報告がありますれば、今回はこれにて失礼いたします。本当に助かりました。ガゼル王によろしくお伝えください。よう、目覚めたか。ここはどこだ。俺は一体自分が何をしたか覚えているか。すみませんでした。俺はミリム様にとんでもないことを、あなた方にも迷惑をかけてしまったようで。なんでこんなことを。なぜカリュブディスの封印場所を知っていたのですか。偶然見つけたなどとは言わせませんよ。だそうだ。あ、はい、それはティアニー、フットも。ベニマルたちの集落を滅ぼした時にいたとかいう。怒りの表情の仮面をかぶった太った魔人、間違いなく多くを操っていた者の一人ですね。あ、我が輩思い出しましたが、そのフットマンとやらゲルミッドが雇った中におりましたぞ。え、二人だけでしたか。左右非対称の人を舐めたような仮面をかぶった人物はいませんでしたか。いやそんなものは。そのラプラス殿も。ラプラス？ラプラス殿はゲルミッドの使いとして我が輩の前に現れたものなのですが、今トレーニー殿がおっしゃった仮面をかぶっておりましたぞ。それに中央道家連という何でも屋の副会長だと名乗っておりましたな。点と点がつながったな。なるほど、あの者の名はラプラスというのですね。フットマンね。その名覚えておくとしよう。ええ、お兄様。謎の何でも屋中央道家連か。協力する風を装い、自身の手を汚さずに相手を利用して目的を果たす、厄介そうな相手だな。私は何も知らないのだ。むしろそんな面白そうな奴らがいるならぜひとも会ってみたかったのだ。もしかするとゲルミュッドではなくクレイマンの奴が何か企んでいたのかもしれないな。内緒で。クレイマン？誰だそれ。魔王の一人だぞ。奴はそういう企みが大好きなのだ。魔王クレイマンか。その名前覚えておくことにしよう。誰の企みに乗せられたといえど、今回の一件は俺の責任だ。魔王カリオン様は関係ない。だから俺の命一つで許してほしい。次からはもっと用心して騙されないようにしろよ。は、もう動けるだろう。行っていいぞ。いや、俺は許されないだろう。別にお前の命はいらないってなあ、ミリム。うむ、当然なのだ。軽く一発くらい殴ってやろうかと思っていたが。殴るつもりだったのかよ。私も大人になったものだな。全然腹が立っていないから許してやるぞ。ということだ、気にするなよ。そうだぞ。カリオンもそれでいいだろう。え？カリオン様！フォビオ様。気づいていたのか、ミリム。当然なのだ。そうか、こいつが魔王カリオン。よ、そいつを殺さずに助けてくれたこと、礼を言うぜ。お前がゲルミュッドをやった仮面の魔人なんだろ。ああ、その通りだ。仕返しにでも来たのか。いいや、立て。はい。ブラック、オビオ様。悪かったな。え、部下が暴走しちまったようだ。俺の監督不行き届きってことで許してやってほしい。おう。今回の件仮にしておく。何かあれば俺様を頼ってくれていい。
それなら俺たちの国との不可侵協定を結んでくれると嬉しいんだが。そんなことでいいのか。よかろう。魔王の、いや、獣王国ユーラザニア、ビーストマスターカリオンの名にかけて、貴様たちに刃を向けると誓ってやる。ああ。よし。ほら、ベンゾ。はい。さてと、終わったな。俺たちも帰ろう。任せろ。